気になりません。エル様、介護してください。ミリに愛してください。何言ってるんだ君は。帰ってくるなり泥のように寝てたじゃないか。それじゃ足りません。あんな頭が焼き切れそうな重労働させられてすぐ回復するわけないんです。本当に想像を絶する戦場でしたからね。俺も帰ってきてからすぐに釜に火を入れる気にならなかった。ロキファミリアの連中、ずっとあんなのと戦ってたのか。僕たちは戦いの真ん中にいたわけじゃなかったけど、それでもすごかった。そうでございますね。リリ様もブレイバー様と渡り合うような無茶をなさっていましたから、致し方ないかと。実際は全然渡り合えてはいませんでしたけどね。真相の話を聞いた時も頭出たけど、今回はそれ以上だったとか、もう僕はわけがわかんないよ。けど無事に帰ってきてくれて本当によかった。おかえりみんな。じゃあ僕は少し出かけてきてもいいですか。私の流れは何だったんだよ。前は君が一番重傷だったし、今回も一番疲れてるはずだろ。でもじっとしてると落ち着かなくて、都市の様子も気になりますし、ちょっと散歩してきます。それなら僕もついてくぜ。なやリリも抜け駆けはさせません。私も。君たち疲れてたんじゃなかったのかい。こりゃ結局全員でだな。ええ、そのようです。都市の至る所は壊れちゃいるが、ギルドやゴブニの連中が修繕に当たっているみたいだな。ええ、これならすぐに元の景色に戻るでしょう。しかしこの様子ですと地上でも激戦が繰り広げられたようですね。ああ、すごかったよ。なんか気づいたら酒場のドワーフ君が無双してたけど、とにかくすごかった。知ってはいたが、どれだけ強いんだあの酒場の連中は。それにしてもベル様は無茶をしすぎです。真相での傷も癒え切っていないというのに、あんなわけのわからない邪竜と正面切って戦うなんて。祈り事邪竜。春姫も故郷の絵巻で一度だけ目にしたことがありますが、そんな怪物がいたなんて。春姫くんたちが遭遇した怪人っていうのも、話を聞く感じじゃ大概のものだと思うけど、どちらにしても怪我が治りきらない状態でやることじゃないね。すいません。そうですよ、単独でイビルスの幹部っぽい相手とも戦ってましたし、は気が気じゃありませんでした。なんだって。僕は初耳だぞベル君。え、だ、そうだ、僕腕の様子を見せにアミトさんのところに行ってきます。ごまかすんじゃない。
それでは確かめたいこともあるので。今ベッドを用意します。あなたを縫い付けるための。アダマンタイトの鎖も必要ですね。あなたを縛り付け、身動きなど取れないよう。ご安心を。世話は私が全てしますので。すいません、ごめんなさい。許してください、アミトさん。ここに来るまで走ってきた。その腕の容態も顧みず。あなたには怪我人という自覚はないのですか。きついお仕置きが必要ですか。私はエリスイスのように甘くはありません。ナーザさんよりきつい。それってまずいやつじゃ。当然です。あの戦いに参加していたこと自体、私はあなたを許すわけには。いえ、神を止められなかった私にも非がありますね。アミットさん。何でもありません。ともかく通院は続けてもらいます。幸い致命的な状況には至っていないので。治療を続ければこの装具も必要なくなるでしょう。ありがとうございます、アミットさん。あ、それと聞きたいことがあるんですけど。何でしょうか。ここに尾藤さん、赤い髪の男の人は来ませんでしたか。赤い髪の男性。ええ、いらっしゃいました。本当ですか。ええ、ですがすぐに去って行かれました。え、どうして。私に治療をさせてくれなかったということもありますが、そもそも私の手に負える状態ではなかったということです。あの方が私に尋ねたのは一点のみ。自分の破綻を癒せるかどうか。ほぼ全ての五感に来たしているという以上。しかし肉体にはそのようなものは存在しなかったのです。存在しなかった。どういうことですか。彼は肉体に異常があるのではなく、神々の言葉を借りるなら魂そのものに欠損をきたしているのでしょう。欠損した魂が健全な肉体に影響を及ぼしているのです。精神よりもより深く根源的な部分から来る症状。私が癒せるのは肉体の損傷、もしくは精神性の病ならばやりようもありますが、魂の修復まではかなわない。尾藤さんの魂。神がどれだけ憐れみ慈悲を恵もうとも救えなかった。それが彼の破綻の正体なのでしょう。そんな。せめて体に負っていた傷の治療を申し出たのですが、そちらは頑なに拒否されてしまいました。私の破綻を癒せない以上、あなたの偽善を押し付けないでいただきたい。そう言われてしまった。私は彼を止められませんでした。
癒せなかった。アミットさん、彼を救えるとしたら、それは彼が心を許した存在だけなのかもしれません。やはりこうなりますか。知っていましたとも。世界が生み落とした救いようのない歌詞の結末など、理想ですか。あの少年との約束、どう守ればいいものか。そもそも何が今の私にとって理想だというのか。ああ、なるほど。無様な今の私の理想は死か。気づか、なぜ。あなたは。おのおの方、抜かりなく。尾藤さん、どこにもいない。本当にあれでよかったんだろうか。アミットさんにすら癒せないって事実を突きつけるだけで、僕は尾藤さんを追い詰めただけだったんじゃ。ベル、リュウさん、ベル、すぐに私と来てください。どうしたんですか、そんなに慌てて。アーニャとクロエがあの子を見たと。シルやルノアも今手分けして探しています。待ってください、あの子って一体。ノエルです。聖夜祭の日に私たちの前から消えたノエルです。何も覚えていない。ノエルという名前も、私のあなたにした商業も、何一つとして。商業？ノエル？それが私の名前？一体何が起こっているのか。精霊は自我が薄いのは確かですが、これは記憶喪失？それとも形が似たただの別の個体？どちらにせよ、これのおかげですっかり傷も癒えてしまった。なんて死に損ない。
くづく私は運がない。おじいさん、おじいさん、おじいさん、誰？おじさんではなく、お兄さんとお呼びなさい。見ず知らずの人間を助けたということですか。本当に江戸が出るほどお人よしですね。うん、神様にね、お願いされたの。神様、ふわっとしててお空に抱っこしてもらって眠ってたら言われたの。まさかそれは男でしたか。髪が黒く性格がねじ曲がっていそうな。神様は優しいよ。そんなことは聞いていない。何か他に何か言っていませんでしたか。私に何か。ロエル！ビトーさん、イビルスの。ノエルから離れなさい。間が悪い。いや、血迷っていたのは私の方ですか。今すぐ神の影を追って何だというのか。一度死を覚悟した身、今度こそ終わるべきだ。ノエルをどうするつもりですか。さあ、どうするつもりに見えますか。消えろ。ベル。ビトーさん、僕たちは勝ちました。約束を守ってくれませんか。考え直して。考えてみましたよ。ですが、全くもって酷な話です。あなたが私に与えた問題は、私は何人もの、それこそ数えきれないほどの命を奪いました。7年前の大抗争を始め、殺戮を働いた。そういえば、疾風とあろうものならばわかるでしょう。その悪のほど。こんなひどく歪んだ私が、理想、まっとうな幸福やきれい事を追うなど、土台無理な話です。私がたどるなら断罪であり死でしょう。ノエル！ビトーさん、やめてください。じゃないとあなたを。それでいい。やはり私たちはこういう関係でなくては。あなた方に私を殺してもらいたい。身勝手な話で恐縮ですが、そろそろ疲れました。
無様な悪を貫かせてもらいましょう。気をつけてください。気をつけるにゃ。人質が気になってまともに戦えませんか。本当に甘いですね。ですが、そうですね。せっかくだ。こんな路地裏でのたれ死ぬのも少々尺ですので、私を散々災難で、あの神に意趣返しをすることにしましょう。追いましょう、リュウさん。やったにゃー。にゃーのおかげだにゃ。黙っていなさい。あなたは人質です。人質？うん、私人質。黙っていなさい。ビト、どこ行くの？死に場所へ。自分でもヘキヘキしますが、私はやはりあの神に執着していたらしい。ノエル！ダメだ、見つからない。目撃情報もある。何人もの人が彼らを見かけています。このセントラルパークの周辺にいるはず。どうしたの？何何何だ何だ。おい、暴漢が警備を振り切ってバベルに入ってったらしいぞ。すごい勢いで上に登ってったとか。でそうね。早く上級冒険者様が来てくれないかしら。リュウさん、行きましょう。ノーヤ、お早いお月で。ビトーさん、ノエルを離してください。そんなところから落ちたら。この娘を助けたければ私を殺せばいい。単純明快です。ま、この風です。早くしなければこの娘が煽られて落ちるなどという事故が起きかねませんね。貴様、こんな回りくどいことのためにノエルを巻き込むな。いいでしょう、これくらい。悪とは己の最後にこだわる存在らしいですから。私のかつての主神もそうだった。彼はここを選んだ。バベルの屋上を選んだ。ここで神が創刊。まさか邪神エレボス。言ったでしょう、異種返しだと。
ここから自ら飛び降りてもいいですが、あの神は女神の剣に貫かれる様を私の瞳に刻み込んだ。憎らしい。今も時折夢に見る。ならば私も同じ幕引きを持ってこの記憶と魂を塗りつぶすとしましょう。あなたがここに居合わせるのも何かの巡り合わせでしょう、疾風。我が主神を創刊した女神アストレアの眷属。裁いてもらえますか？他ならぬ正義の剣で。でなければこの娘を殺します。ビトー？ビトーさん、どうしてそこまでして？では私もあの神の眷属であったというあなたに異種返しをさせてもらおう。リュウさん、異種返し？あなたが私に？ええ、7年前、私もあの邪神に散々振り回された。今思い返しても腹立たしいものがある。あの時私は何度も問われた。正義とは。と。だから私も問わせてもらう。あなたは煙巻くだけでベルの問いに何も答えていない。リュウさん、問いましょう。あなたにとって理想とは。理想？そんな、虫図の走る事柄はわからない。腐っていくことを現実というのなら、理想とはありし日の子供の頃から。全てが灰に見えた子供の頃から、何を願っていただろう。住んでいたんだろう。本で読む彼らの物語だけはいくら灰に染まっていても胸を揺り動かしてくれていたはずなのに。救ってくれない幻想に失望し、それでも願っていたのは、英雄に会いたかった。英雄になりたかった。
様、無様にも程がある。なんて厚顔無恥だ。最後の最後にこんな馬鹿げた望みを思い出すなんて。恨みますよ、ベルクラネル。私にこんな痛みをよみがえらせるなんて。やはり私の末路は破綻者。救えない矛盾を抱え壊れゆく世界の歌詞。終わらせましょう、この恥辱に抱かれたまま。どうか惨めに殺してほしい。かつて憧れた英雄の手で最後を迎える、それも理想の一つやもしれません。尾藤さん。尾藤は英雄になりたいの？英雄になりたいの？なれませんよ。私は英雄とは真逆の所業をあまりにもおかしすぎた。誰をも救う英雄になる資格など私にはありません。じゃあ私の英雄にはなれる？みんなの英雄になれなくても私の英雄ならいい？何よ何よバカな。ビョエルさん！ああ、どこまで無様なのか、どこまで滑稽になれば気が済むのか。最後までこんな集体を晒すなんて、この私がこんな小娘を。ビトみんなの英雄になれなくても、私の英雄なら、いい？ならばせめて、彼女だけは。惨めな理想には至らずとも、この小さな命だけは。ダメだ。まだこっちに来るんじゃないぞ、ビト。ノエル！ビトーさん！大丈夫ですか、ノエル？リュウさん、
今の突風は。ええ、まるで二人を押し戻したような、生かすかのように。ビト、ありがとう。ビトは私の英雄になってくれたんだね。やはり私はあなたのことが嫌いです。あなたのことがずっとずっと。ビト、どこか痛いの？平気？大丈夫？大丈夫でしょうか。あの男にはもう何もできない。ノエルがそばにいる限り。そうですね、ノエルはあの人のそばにいた方が。ええ、アーニャたちは怒るでしょうが、シルは分かってくれると思います。私もノエルを譲るのはゴーハラですが、これから始まるのはきっと食材の旅。あの男自身が最も苦悩する。男自身の罪が彼を苦しめ続ける。はい、でもそれでも。これから理想を追うと思います。あの人は、うん、あの二人ならきっと。へえ、そんなことがあったのかい。はい、本当に信じられないことがたくさん重なって、本当に神様の起こした奇跡だったのかも。そうかもね。神ってやつは屈折しまくった連中が多いからさ。ま、そんな僕らでも未来は見通せない。今回はたまたまうまくいったからよかったけど。分かってます、僕ももっと強くなって、奇跡に頼らなくても神様のところに帰ってこられるようになります。ああ、期待してるぜ。おーい、ベル、いつまで喋ってるんだ。そろそろ行くぞ。そうですよ、ベル様。ヘスティア様も出発が遅れちゃいますから控えてください。今日の探索はクエストも並行でしたね。はい、日暮れまでに帰ってくるとなりますと、もう時間の余裕はあまり。さっさと行くぞ、ベル。
あ、うん。ベル君、頑張っておいで。それから絶対無事に帰ってくるんだぜ。はい。行こう、みんな。